そうすればもう誰も見えない。君の手と足切りましょう。そうすればもう誰も触れない。僕がいるのに君はなぜ他の男と一緒に寝たんだ。それは君が犯した罪の罰。もうどこへも行かせはしないよ。今日からお前は僕の標本。君の胸に降り落ち込みがラスト扉のケースに入れ、それを僕の部屋に飾ろう。そして毎日観察するよ。見るたびゾクゾクする。この体の下にいる。もう僕だけのものさ。時には僕の標本少女。僕だけのもの。僕を興奮させ、もう動かない君の体を僕は無性に動かしたくなるよ。冷たくなった君の体に手を触れるたびゾクゾクするよ。あ、もうお前を食べてしまいたい。君の胸をナイフで切り裂き、君の心臓を取り出し食べる。これで君の心も僕のもの。もう僕以外ない世話しないね。残りはケースに戻し、またそばに置いてあげるよ。印象反射はしない。なんて君は僕の標本少女。だからね、GHSエクスポトクルデスヤオイヤイユコバナカノノノノノコバキュケンナチザ GHSヤブコノメディウスナイト。ケースの中から僕だけ見て見て、僕が死ぬまで。ああ、でも君には目がもうないね。だってそれは僕が描いたから。おー、だから君の目に頑張って生を入れ、新しい瞳を作りました。瞳の色は何色にしよう。育ちのような赤色がいい。君のその美しい瞳でずっと僕のことだけ見ていて、君だけはこの先もずっと僕のそばから話はしないよ。だって君は僕のもの。この先ずっと僕のもの。この身が朽ち果てるまで。君は僕の標本少女。僕だけの。僕だけのもの。